バージニア州道236号線から見た、フェアファックス・フェアファックスは、アメリカ合衆国バージニア州フェアファックス郡に位置する、独立都市である。北部バージニア地方のこの都市は強化された、大都市圏統計的地域である DCMD は、WV、ワシントン・ボルチモアの一部となっている。フェアファックス市は、北緯十八度十一分9秒、経七十七度十八分十五秒に、 一致している。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積1 6 3キロ平方メートルである。この地域には水地域は存在しない2000年現在の国勢調査で、この都市は人口21,498人、8,035世帯及び5,407家族が暮らしている。人口密度は1 3 1 5 4 k ルである。 502.0、経平方メートルの平均的な密度に8204件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人72.91%、アフリカン・アメリカン5.07%、先住民0.34%、アジア12.17%、太平洋諸島系0.07%、その他の人種6.17%、及び、 根結3.26%である。ここの人口の13.64%はヒスパニック、またはラテン系である。この都市内の住民は20.5%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.2%、25歳以上44歳以下が33.7%、45歳以上64歳以下が23.8%、 および65歳以上が12.8%にわたっている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は95.2人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.9人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は67,642ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は78,921ベードルである。男性は5 3 4 8ベードルに対して、女性は38,351ベードルの平均的な収入がある。この群の一人あたりの収入は31,247ベードルである。人口の5.7%び、 家族の2.24%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の4.3%、および65歳以上の2.1%は貧困線以下の生活を送っている。U.S. g ギャザティア Files 2010,2000、&1990、United States Census Bureau。 h t t p w w w s e n s u、はい、s g o v g i o w w w g a z e t t e r g a z h t m l 2 0 1 1年四月二十三日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。